どう思いますか？写真をめっちゃ加工する人。いや、インスタとかね、ツイッターで自分の写真を上げるときに、まあ、加工アプリっていうんですか、僕は使ったことないんでわからないんですけど、ものすごく色が白くなっていたり、美肌になってたり、小顔になってたり、目がもうありえないぐらい大きくなるような、そんな加工をされている写真を上げてる人を、うわ、かわいい、綺麗とか思うのかなって最近疑問で、いや、明らかに絶対自然じゃないって思う写真が多くないですか？飛ばしすぎて鼻なくなってるし、こんな目の人おらんやろみたいな写真がよく上がってるなって思うんですけど、僕はあれってちょっと逆効果なんではないかなって思ったりするタイプで、いや、どれだけじゃあ普通の時は自信ないねやろっていうか、どんな感じなんやろって思っちゃうんで、どうかなって思う男性が多いのかなって思ってたら、最近は男性でも美肌とかにしてあげてる人結構いますもん。だから僕みたいにこんな吹きでもそのままでひげの跡とかあるような感じであげるよりも、綺麗にしてくれて上がってる方がいいっていう判断なんですよね。いや、僕の感覚ではないなぁなんて思って、他の男性の方とか女性の方どうなんかなと思ったんですけど、まあそもそも男女の美的感覚的な違いって、まあよく言われるじゃないですか。女性はもう化粧なしでは考えられへん、外も出られへんって、大人になってきたらそういう人結構いますよね。でも男性は、いや、すっぴんの方がええ思うけどなとか、まあナチュラルメイクの方がいいのにね、ありのまま自然の方がいいのにって思う人が多いのかななんて思ったりもするんですけど、あとネイルなんかもね、ものすごい派手なネイルアートを女性はしたい人多いような気がするんですけど、男性的にはそこまで響かないっていうか、いやいや、もっとシンプルな一色だけであったりとか、もう本来の綺麗な爪のままでいいのになとか思ったりするんですけど、どうすか？あと、なんか肩を出したりとかね、胸の谷間をやたらに強調するような衣装でセクシーさをアピールする人もいますけど、僕的にはそういう人には逆にエロさを感じないっていうか、さよなら、バイバイ。